まず第一競技は砲丸投げをしていきたいと思います。こちらの上の部分からアサリを投げて一番遠くに投げれた人が、勝ちとします。で、ルールが一つありまして、この上の部分ですね、この上の部分から投げるんだけど、落ちてしまったら、その時の記録は失格となります。2球投げて良かった方の成績が入ります。第1回目アメリカの選手、どうぞ。さあ、アメリカ選手の第1投目をお願いします。投げた。ほう、いいとこ飛びましたね。ああ、なるほどね。うん、記録はまあ10メートルぐらいかな。10メートル。次の国はオーストラリアです。それではオーストラリア、いけるか。投げた。あー、これは9メートルです。オーストラリアの記録9メートル。参加国名はフランス代表ですね。さあ、フランス、今の記録は10メートル、越せるのか。投げた。あ、これはアメリカ代表と一緒の10メートルです。次は日本代表、ジャパンですね。ジャパン、日本代表、投げた。うわー、これはちょっとアメリカには届かない、9メートル。日本代表9メートルでございます。次はですね、マダガスカルからお越しいただきありがとうございます。マダガスカルの代表のマダガスカルさんです。さあ、はるばるここまでやってきた。マダガスカル、いけ。投げた。あー、これも9メートルです。9メートル。今アメリカの方とフランスの方がリードしておりますね。さあ、第2投目なんですけども、短い距離を投げた、国の方からなので、今回オーストラリアの方から2投目お願いいたします。オーストラリア、投げるか。投げた。うわー、記録伸びず、9メートル。オーストラリアの記録は9メートルになりました。オーストラリア代表さん、ちょっと このアサリを拾ってもらってもいいですか。すいません、なんかゴミが出てきたみたいなので。あ、ポイ捨てしないで。ゴミは捨てないで。ゴミはポイ捨てしないで、持って帰ってください。はい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 。あ、また出たよ、オーストラリア。オーストラリア、また出たよ。もう一個出たぞ、オーストラリア。拾って拾って、オーストラリア。もうスタッフやらしてるわ。はい、続きまして、日本代表、ジャパンからお越しのイカちゃんさんにお願いいたします。9メートル、日本代表9メートルです。はい、参加国名、マダガスカル代表です。よろしくお願いします。さあ、マダガスカル代表、一番暑いとこに住んでますからね。投げた。お、これはなんと 8.5メートル。 8.5メートルです。はい、次の国はフランスです。フランスの2投目ですね。あ、なんかゴミ出たよ。ゴミ出た。待って、ゴミ出た。ゴミが出た。誰かゴミを拾ってください。お願いします。ゴミが、マダガスカルのそのそ来た。マダガスカル、ありがとう。じゃあ、フランス代表お願いします。さあ、投げれるか。投げた。おお、記録伸ばしたか。なんと10メートル。今回フランス代表10メートル行きました。最後の国はアメリカです。よろしくお願いします。アメリカさん、どうぞ。あアメリカさん、ちょっと待ってください。アメリカ、なんかゴミが出た。ゴミが、あ、日本代表来た、日本代表。ありがとう。あ、もう一個出た。もう一個出たよ。ゴミ出たよ。ありがとう、日本。記録1メートルぐらい伸ばしてあげたいよ。それではアメリカ代表お願いします。今のところ、あれですね、10メートルが最高記録なので、これを越せるのか。アメリカ代表、投げた。お、これは、10メートル。10メートルです。ということで、同率でアメリカとフランスの勝ちですね。同率1位、アメリカとフランスです。次の競技は、100メートルハードルです。さあ、100メートルハードル。今回の競技はですね、この、障害物、塗られてる障害物があるんですけども、ここを飛び越えて、先に、一番最初に、ゴールした人が勝ちということで、まずは
予選の方を行っていきたいと思います。3人のとこはですね、2人が予選を、生き残るということで、1人が予選敗退となります。それでは位置についてよーいスタート。さあ始まりました。 100m ハードル勝つのはどうか。フランスがちょっとリードしてるか。フランスがリードして障害物がちょっと痛いか。フランスとアメリカ、フランスとアメリカの予選突破だ。それでは2回目の予選を行いたいと思います。今回はマダガスカルとジャパンチームの戦いになってます。位置についてよーいスタート。さあ始まりました。2回戦目予選、勝ち上がるのは1チーム、日本かマダガスカルか。さあちょっと足元やられてる。マダガスカルが日本6-8、日本勝利。予選突破おめでとうございます。先ほど勝ち上がってきたアメリカと日本とフランスの3チームによって、戦っていきたいと思います。 100m ハードル。それでは位置についてよーいスタート。さあどのチームが勝つのか始まりました。ダブルが見ない感じにちょっとリードしてるのはフランスか。フランスがリードか、日本がリードか、どっちだ。フランス、ジャパン、アメリカの順番です。1着はフランス。フランスが勝ちました。はい、最終競技です。最終競技は、マラソン形式で戦っていきたいと思います。まず最初に予選を行います。今回アメリカ、ジャパン、フランスの3人にドライブワイパーを振って、マラソンを先に勝った人が勝ちなので、またマラソンしてもらいたいと思います。一周ぐるーって回って真ん中にたどり着いた人が勝ちです。それでは最終競技予選1回戦目行いたいと思います。位置についてよーいスタート。ジャンプしよう。さあ始まりました。アメリカ代表、ジャパン、フランス。さあドライブワイパーで誰が一番早くいけるのか。ドライブワイパーのスーって移動するやつだけで、移動してます。日本が早いですね。日本が少しリードか。フランスさん頑張ってください。今のところね、フランスチームが結構勝ってるんですけども、今回ジャパンとアメリカが頑張っております。ちょっとね、やっぱマラソンなんでね、疲れて遅くなるっていうのもあると思うので。おっと、日本ちょっと道間違えたか。道間違えてちょっとロスしてしまった。アメリカが後ろから追ってきているぞ。ただ予選は2人勝てるので、このまま2人いけば2人の勝ちになるが、さあフランス後ろから来れるか、来てるか。どうだ、画面には映ってない。画面には日本が勝った。1着アメリカ。さあフランス頑張ってください。フランスはどこにいるんだい。いた。フランス頑張れ。フランス頑張れ。フランス頑張ってください。最後に感想頑張って。フランス前に進めない時がある。あ、でも頑張った。フランス頑張った。ナイス。お疲れ。ナイス。それでは予選2回戦目行っていきたいと思います。今回戦うのはオーストラリアとマダガスカルチームです。位置についてよーいスタート。チーム事情からね、2チームでの戦いになってしまいましたけど、さあこれはどちらが勝つのか。オーストラリアが少しマダガスカルにリードしておりますが、お、いい戦いをしているぞ。いい戦いをしている。頑張れマダガスカル。今のところマダガスカルはいい結果が残せていないのと、なんかリアルでのマダガスカルも、なんかまだメダル取れてないらしくて、俺結構個人的に応援してるので、マダガスカル頑張れ。もう市場が入ってもいい。マダガスカル頑張れ。オーストラリア早いですね。余談でいくと、今回の五輪の5つの輪っか、あれはなんか大陸を表してるみたいなんですけど、オーストラリアがオセアニア大陸、マダガスカルが、アフリカ大陸となってて、で、いろんな大陸のチームが入ってきてますが、オーストラリアが勝利しました。オーストラリア勝利。マダガスカル完走を目指して頑張って。頑張れ。マダガスカル頑張れ。いいぞ。お疲れ様。はい、それでは予選は終わりまして、
決勝に残ったオーストラリア、ジャパン、アメリカの3チームの、3組の戦いになります。この試合で勝ったチーム、今のところですね、なんとアメリカと日本が4点ずつ並んでいるんですけど、もし1位を取ればフランスを抜いて1位になります。はい。ただオーストラリアが1位に取った場合、同率でフランスと日本とアメリカがもしかしたら並ぶかもしれません。なのでオーストラリアを応援するのはフランスチームだと思うんですけども、もう分かんなくなってきちゃった分かんなくなってきちゃった。それでは最終決戦行いたいと思います。位置についてよーいスタート。さあ始まりました。さあみんな予選を通過した猛者たちです。ジャパン、オーストラリア、アメリカ3人がうまいこと走ってます。日本が少しリード、オーストラリアが抜いたか。アメリカも頑張ってください。さあ1周してもう1周目にかかっております。半周してます。日本が少しリードしてアメリカが後ろを追いかける、そしてその後ろにオーストラリアが行く感じですね。疲れが出てるのは多分日本もそうなんですけど、追う側は結構得してると思うんですけど、逃げる方はやっぱ疲れちゃうので、日本はこのまま抜かれないように頑張ってください。アメリカが本当に後ろを追いかけてる。日本、アメリカ、オーストラリアの順番でこのまま、いけるのか。本当アメリカが抜いたか。日本が抜いた。日本が抜き返した。日本、アメリカ、オーストラリアの順番です。試合終了。タンタンタタンタンタタタタタンタンタンタタタタタン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 タタン。